教えてマスター Q&A 関谷記念、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、やっとオリンピックも終わって三条開催に戻るのかな、はい、うん、あ、そうです ね今まで札幌と新潟だけでね、あの、はい、ちょっと関西の、あの開催がなかったけど、小倉が復活して三条に戻るのかな。そうですね、関谷記念の裏でね、小倉記念も行われるからね、それでね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、それでは、過去10年の結果を見ていきたいと思います。どうですか、昨年は里の朝ですね、うん、まあなんかあれだよね、里の朝なんかもほんとどんじりにいて、そこから差し切ったんだよね、はい、あ、ね、追い込み場になっちゃいましたもんね、うん、うん、なんかね、で、まあね、もともとね、これあれだよね、あのクラシック乗るんじゃないかって言われて、デビューの時はだいぶ騒がれた馬だけどね強かったです、はい、うん、これどうなんだね、この G3 ぐらい勝ったぐらいで里の朝ぐらいじゃ元取れないんだろうね。そうですよね、あ、里の朝は馬が変わっちゃったみたいな感じでしたね。あ、そうなんだ、うん、でもなんかすごい柔らかい、あの柔軟性のある馬だったのに、いつの間にかガチガチになっちゃって。ああ、なるほどね。でもあれなんだよね、私、はい、どうぞ、いいよ。関谷記念はなんかね、牝馬のイメージがすごく強くて、まあやっぱこの時期の夏場の重賞だと牝馬のイメージ強いよね、うんうん、ね、そうなんですよね。うん、ね、まあ去年なんかもね、うんうん、トロワゼトワルが逃げ切り残ったりね。あ、そうだ、で、アントラステが一番人気だったんですもんね。あ、そう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 。だからね、そういう意味で言うとね、あの一昨年にしても三重のサクシードが追い込んだりとか、うんうん、まあその前はね、あの三歳馬のプリモシーンが勝ったりね。あ、これもう3着まで全部牝馬でしたね。あ、そうだよね。だからやっぱり夏場、まああのね、オス馬の1戦級のマイル戦線の馬がちょっと夏休みっていうのもあるけどね。はい、でもやっぱり夏場は牝馬だよねってところを象徴してるのと、あとね、まあ、去年のトロワゼトワルもそうだし、あと例えばマルターザポジムとウィンガニオンの行ったっきりもそうだし、うん、その前のヤングマンパワーもそうだし、あとからね、意外とね、先行馬なんだよ、のこあの穴を開けてるのは。あ、本当意外ですね、先行、うん、だから新潟の外回りっていうとね、もういかにも差し込みみたいなイメージなんだけど、はい、関谷記念に関しては実はあの穴を出してるのは先行馬が多いよねっていうのは一つこれを見ると分かるよね。うんうんうん、はい、感じですかね、はい、ありがとうございます。はい、それでは今年の出走予定馬を見ていきたいと思います。結構頭数がね、まあ、そうね、いっぱいいるね。で、うん、やっぱりでもあれじゃないかな、ソングラインが多分ダントツの人気になるんじゃないかな、感覚的には。確かに、ね、3歳ですもんね、うん、はい、でかつね、あのプリモシーンが勝った時と同じでね、それもプリモシーンよりもね、はい、NHK マイルカップ2着って考えると実績的には上という見方もできるからね。あー、本当ですね、うん、で他がね、まあ、うんうん、思ったよりも小馬勢が冴えないと見ると、やっぱり NHK マイルカップでね、はい、あのあれだけ強い競馬を見せたソングラインがもしかすると本当ダントツの人気になるのかなっていう感じがして、まあそれちょっとしょうがないかなって感じがするけどね。そうですね、あとまああれだよね、意外と去年の勝ち馬の里の朝あたりもそんなには人気にならないかもね、最近ちょっと負けてるんでね。確かに、まあ、アンドラステがね、あの前走でやっと重賞勝てて、あ、そうだね、ここ出てくるの楽しみです。アンドラステもね、なんか重賞勝てそうで、うん、なんか際どい競馬は多いんだけど勝ちきれないみたいな感じだったけどね。前走もね、ね、なんかうまい競馬をしてよく勝ったなって感じがするよね。はい。あとなんだろうね、まあでもどうだろう、はい、ね、先ほどから言ってる先行馬が穴出すよねっていう意味で言うと、逃げする候補としてはアトミックフォースなのか、まあ未来と無理やりいかないから、まあ、アトミックフォースの短期逃げになるのかなって感じがするけどね。あ、そうです。そしたらね、また先行馬が、うん、だからそういう意味で言うと、開けるかもしれないですね。ね、あの先行馬の残り目には注意した方がいいかなって感じがしますね。はい、ありがとうございます。それでは早速、今週もコース形態から見ていきたいと思います。新潟芝 1600m の特徴を教えてください。直線が長いので差し有利かと思いましたが、先行馬が上位に来ていることが多いようです。なぜでしょうか。新潟のね、外回り 1600m はあの統計的にはね、あのどちらかというと差し馬が有利なんだよね。やっぱり差し追い込み馬が有利で、であの他の競馬場とだいぶ違って、もうほんとスローの瞬発力勝負になるので、
やっぱり切れ味がある馬が、上位に来ることが多いです。だから新潟のねこの外回りだけ走るって馬も結構いるんだよね。そのスローの瞬発力、あの瞬発力が得意な馬に関しては、ね、このコースが、うんうん、しか走らないって馬も結構いて、そういう意味で言うとあのやっぱり切れ味がある馬、まあそういう意味で言うとね血統的にディープとかそういう馬がやっぱり有利なんだろうけどね。はい。ただねこのもうほんと外回りなので向こう上面も長いし直線も長いよねっていうことをジョッキーもみんな意識するんで、やっぱりペースが上がらないので、まあ下級条件だと意外と差しがあの普通に力通り差しが届くんだけど、やっぱりこの重賞ぐらいになると前行ったまま弱くないからそんなに止まらないんだよね。なのでスローになりすぎて、あのさっきから見て関谷記念に関してだけは穴を開けてるのは先行馬がいて、そういうところだと思うんだよね。基本的には、まあ、コース形態としてはあの普段の競馬で例えば下級条件とかだとやっぱりあの中山とかね福島を使ってる馬がこっち来るとあの小回りで後位から競馬した馬が有利だったのが、後ろが届かない馬が足を余していたのが外回りになるとやっぱり切れ味で差し切るってことが多くて差し有利なんだけども、ただまあ本当重賞になるとまあねそれは重賞に出てくるぐらいまで勝ってる馬なんで前も止まらなくて、まあ、あの前行ってる馬もそこそこ力があるので先行馬もなかなか止まらなくて先行勢が残るということが穴になってるのかなって感じがしますね。あとね枠順に関してはそんなにね、はい、あの有利不利はないんだけど、ただまあデータだけ見ると若干外枠の方が有利みたいな傾向はありますね。あですね、去年も外枠、うんうん、まあ、特別ね内側が不利ってわけ、あの内側が不利ってわけではないんだけど、まあ、なんとなくね、まあまあ、あの日にあのだん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 コースの、あの使い込んで何周目かにもよるんだけど、使い込んでくると内が荒れてる分ね、あのそんなに内外有利不利がないと外から出てあの荒れてるところは走らない外枠がちょっと出てるっていうところぐらいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。それでは続いての質問です。はい、NHK マイルカップ2着のソングラインですが、3コーナーで外に振られるロスがありながら直線で伸び勝つかと思いましたが、ゴール前でシュネルマイスターに刺されてしまいました。シュネルマイスターが安田記念3着ということから、今回の本命候補として見ていいのでしょうかという質問です。そうなんだよね、あの NHK マイルカップね、どちらかというと、はい、あのまずね結構前が潰れたレースで、それをソングラインの方が先に動いていってゴール前シュネルマイスターに刺されてしまった、はい、目標になっているところもあるし、かつねそうちょっと外に振られる不利があったことを考えるとペース内容としては、ね、ソングラインのが上なんだよね。でかつ 3着以下もちょっと離してるから、はい、あのそういう意味で言うともう NHK マイルカップ組ではむしろ一番強かったのソングラインで、ね、あのそのシュネルマイスターがコバ相手のそれもねあの本当に一戦級が揃った安田記念で僅差の3着ということを考えると、ほとんどねもう夏場のこの G3 で一戦級が不在のメンバーを考えると、ちょっとね単純にこう比較していって多分ね金量も有利だからちょっと負けられない一戦なのかなって感じはするけどね。なので、まあ、当然、はい、本命候補にしなきゃいけないなとは思いますね。うん、もう勝ったって思いましたもんね。あ、そう、勝ったと思った僕も、うん、はい、いい内容だったよね。だからまあ本当勝ったなって感じだし、うん、その前のね大箇所でもちょっと不利あって競馬になってないからね、はい、そういう意味で言うとちょっとねあのやっぱりこの3歳のマイル戦線でソングラインかなり強いと見れば、本当秋の G1 戦線を占う意味でも、うん、ちょっとねどのぐらいの強い勝ち方をするかっていう方があのポイントになるのかなっていうぐらい、まあ勝つ可能性かなり高いかなと思ってます。そうですね、結果次第でもしかしたら秋華賞行かないでっていう可能性もありますもんね。秋華賞行かないんじゃないこれ、なんかね祖先600ぐらいがいい気がしますけど、ただまあちょっとねステップレースどこになるのか分かんないけどね、なんかもうちょっと最近のあのね、はい、ニュース毎日王冠なんかが結構3歳の強いところが集まりそうとかいろいろ言ってるようだけど、あ、もしかすると毎日王冠から安田記念とかね、まあ、ちょっと富士ステークスと金量がここ勝って、はい、まあ、ただ G1 勝ってないから富士ステークスでも大丈夫なのかな、うんうん、なんかそこら辺だよね多分ね。はい、ね、ちょっと楽しみな一頭です本当に。なんかね秋華賞行っちゃうとそこで消耗しそうだから、安田記念あれですけどあのマイルチャンピオンシップに照準絞ったから良さそうな気もするけどね、はい、そうですね、うん、という感じですね。はい、ありがとうございます。それでは続いてアンドラッセに関しての質問です。今年の中京記念は人気が割れていましたが、一番人気のアンドラステが勝ちました。内枠で足をためられたこと、左回りが良かったのでしょうか。以下、今回出走予定でアンドラステと対戦したことがある馬の着順です。
条件次第でアンドラステに勝てる馬はいるでしょうかという質問です。あのこれ中京記念ね、好意のいい出しを貯めた競馬に恵まれた感じがするんだけど、ただねそんなに別に内側が有利だったわけではないんで、極端に因が有利な馬場で恵まれたって感じではないと思います。ただまあね、ロスなく乗ったので、まあ、ちょっと展開に恵まれた感はあるよねっていう感じはするんだけど、多分ねちょっとこれあれだよね、今年の中京記念小倉なんで左回りではないよね多分ね。あ、そうですね、うん、本当ですね。そう、多分この方間違われるね。あの小倉、あの中京、はい、普段のね、あの中京競馬場で行われたんじゃなくて、今年はあの変則開催で小倉で行われてるんで、うんうん、なんかそれも1700メートル、はい、右回り。あ、そうですね、そう、距離も違ったんですもんね。距離も違うの、だからそれでさ、なんかね、あの、はい、サマーマイルシリーズとか言ってるけど、もうちょっとなんとか考えると思うんだけど。マイルでもない。そう、っていう感じなので、はい、まあ、ただね、うんうん、本当は、まあね、去年のね、3着馬でもあるし、相手なりに崩れなく重賞で走るタイプなので、はい、そういう意味で言うと、アンドラステに関しては、あの無視はできないんだけど、ただまあ前回はやっぱりロスない展開に恵まれたので、前回の勝利だけで、まあ、絶対死までは禁物かなという感じはしてますけどね。でまあこのなんか対戦メンバー的には、はい、あの前回ね、ロータスランドを破ってるんだけど、ロータスランドはねなんかあのスローの2番手で、あのうまく流れに乗った割にはゴール前簡単にアンドラステに刺されちゃったから、思ったよりもちょっと能力君的に底を見せちゃったかなって感じはありますね、前回見るとね。はい、あとシャドウディーバーともよくこれ戦って互角の競馬をしてるんだけど、まあ、シャドウディーバーはね、あのマーメイドステークスかなり筋量が不利だったので、まあ、筋量差を考えると逆転してもおかしくない、はい、ただまあコース取りの差を考えるとレースナイトとアンドラステが良かったので、まあ、どっちもどっちで、あとはその枠順と展開次第で、まあ、能力はそんなに差がないのかなって感じがするかな。であと何だろう、はい、ST あたりもまあ逃げればって感じで、ちょっとあのアトミックコースいるからね、だったらアトミックコースの逃げの方がいいかなって感じがするんで、あとはね、あの去年対戦したやっぱりあの里のアーサーに差し切られてるんで、里のアーサーがやっぱりあの競馬を見ると新潟の瞬発力勝負得意そうなので、もしかすると最近の、不調を巻き返して、一変して、連覇まであるかなって感じは、まあ、連覇というとね、ちょっとあれが、ね、ソングラインがいるからなんとも言えないんだけど、はい、まあ、今年もやっぱり構想する可能性が高いのかなって感じはしますね。はい、アンドラステはいつも安定して走ってて、偉いなって思います。偉いよね、すごいですよね、掲示板ずっと、馬持ってたらこういう馬持ちたいよね、うん、持ちたいです常に走ってくれてさ、はい、賞金拾ってきてくれてね、いい馬だよね。そうです、もうね、ダメでも、あ、惜しかったねってなりますもんね。でね、ね、出してる意味もあるしね、うん、これぐらいだとね。はい、そうなんです、ね、こういう馬がいいと思いますはい、ありがとうございます。それでは続いてグランデマーレに関しての質問です。はい、4歳ボバグランデマーレは怪我がありクラシック路線を走れなかったそうですが、今年5月のストークステークス3勝クラスで勝ちました。スローペースから抜け出して勝ちましたが、この時3着のユニコーンライオンが宝塚記念2着、この時2着のアクアミラビリスもオープンで構想していることから、力はあると見ていいのでしょうか。これね、この時のストークステークスはちょっとね、やっぱりこのスローの流れで後位の 3,4 番手の外別理想して楽に抜け出したんで、ちょっと展開に恵まれたのかなって感じがあるんで、確かに内容的にはユニコーンライオンがちょっと上なんだけど、ただユニコーンライオンはね、この後ね、あの逃げを打ってる競馬なんで、ちょっとまた競馬の筋が違うんで、まあ、ユニコーンライオンがね、宝塚記念2着だからこの馬が一番強いだろうって、その単純な比較はちょっとできないのかなと思います。ただまあね、ね、ユニコーンライオンにも勝ってるし、アクアミラビリスにも勝ってるんで、まあ、そういう意味で言うと、まあ、無視はできないし、もうちょっと言うとこれもともとね、はい、ボタン賞かなんか勝った時はもう楽勝しててクラシック候補って言われてたぐらいだからね。うん、うん、そうでしたね。でそれちょっと怪我かなんかで出れなくて、でその後、はい、無理やり神戸新聞杯かなんか使って惨敗しちゃったんだけど、立て直されてね、うん、復調してきたので、そういう意味で言うとまだ能力的に底を見せていないので、まあ、チャンスはあるのかなというふうに思います。はい、ね、今2連勝で、うん、ロードカナロアの足毛って珍しいなって、この馬くらいしかいないんじゃないかなと思いながら見てました。あ、そうなんだ。はい、なんかこれ母方が足毛なのかね。なんですよね、きっとね。うんうんうん、そう、面白い馬で、なんか、ね、ね、スタート下手なんですけどちゃんと前行けるので、そうすごい強いんだって。そうなんだね、だからまあ行き足がつきやすいタイプなんだよね。
はい、スピードが乗れば、うん、でもともとね、さっき言ったハボタン賞 2000m の中長距離のクラシックディスタンスで、ね、押し切ってる馬なので、うんうんうん、距離短くなればレースのレベルも ね、はい、ね落ちるんで、まあ、かなりいいとは思うんだけどね。ね、本当ですね、ありがとうございます、はい。それでは続いてです、続いての質問は、ビクトリアマイルから15番人気10着のクリスティ、11番人気17着のプールビルが出走予定です。クリスティは逃げて止まり、プールビルは後方外目追走で最後の直線も伸びませんでした。2頭とも今回巻き返しは難しいでしょうか。まあ一つ目ね、クリスティなんだけど、まあ、ビクトリアマイル意外とね、はい、内側が通った馬が2,3,4,5 着ぐらいまで独占してるんで、まあ打ち通った馬が有利な馬場で、その割に逃げてちょっと簡単に止まっちゃったよねってとこがあるのと、あとね、はい、アトミックフォースが出てくるんで、その分楽にも先行できなそうなので、まあなんかよっぽど展開に恵まれない限りは厳しいかなって感じがします。でプールビルもね、はい、やっぱりちょっと、まあ、メンバーがいくら強かったとは負けすぎなのでうーん、あー今回だと、まあ、2頭ともちょっと苦しい可能性の方が高いかなって感じはしますね。うーん、プール見る本当に何もしなかったですもんね。なんかね、もうちょっとやりようあるよね、はい、なんか私なぜかプール見るを桜花賞の本命にしたことがあるんですよ。で、なんかすごいそう人気なけど6着ぐらいまで来たんですよね。あ、そんなに走ってたっけ子供は。そうそう、なんかね、グランアレグリアが勝った時かな。うん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 、でなんか6着だったんですよ。まあ、グランアレグリアがぶっちぎってるからね、うん、そうですね。なんかそれ、なんかプールビルはね、僕はどちらかっていうとやっぱりもうちょっとメンバーが落ちる、はい、なんか新潟の1004ぐらいのが合ってるイメージなんだよね。そうなんですよ、もうちょっと短くてもいいかなって、うんうん、そんな感じがするよね。だからやっぱちょっと前だとね、はい、まあ、全く通用しないわけではないけど、うん、ちょっとメンバー強いかなって感じはするけどね。はい、ありがとうございます。それでは続いてはエプソムカップからの質問です。エプソムカップから13番人気5着のアトミックフォース、15番人気15着のミラーアイトーンが出走予定です。アトミックフォースはハイペースで前崩れの中よく粘っていたと思いました。ミラーアイトーンはスタートで大きく出遅れていました。今回のメンバーではどうでしょうか。まあね、ミラーアイトーンはね、どちらかというと本当に楽に先行できた時に残るんだけど、アトミックフォースはね、前回本当前崩れの差し追い込み勢が上位独占してなんかよく5着に残ってるなって感じなんだよね。そうですね、うん、でかつもともとこの馬ね、新潟大賞典 2000m でも逃げて残った経験もあるので2着に、はい、でそういうの考えるとマイルの方がやっぱり 2000m よりメンバーのレベル低いと見れば距離短縮でね、それも先行力活かせそうだから、なんかこういうタイプが今までのね、ほら逃げ先行勢が穴出してるねっていうタイプを考えるとアトミックフォースのなんか逃げ残りはちょっと面白いかもしれないね、馬券的には。ね、人気もそこまでなさそうな気がします、うん、アトミックフォースってなんかそこそこ走っても人気にならないタイプだからね。はい、うん、なので、うん、なんかまあ人気の割にはこの馬の逃げ残りは特にマイルに変わればね、距離短縮で、ね、400m 短縮でもかなり、今回エプソムカップが 200m だけど 2000m の、ね、新潟大賞典でも残ってることを考えるとかなりいいと思うけどね。はい、うん、まあ、これミライトーンはどうですかね。ミライトーンはあれじゃない、やっぱアトミックフォースの人いけないでしょそうか、そうですね、うん、と思うんだよね。まあ、前回出遅れだって言うけど、まあ、出遅れなくても、まあ、うんうん、逃げれないと思うから、まあ、やっぱ、はい、アトミックフォースの方がいいかなって感じはするけどね。そうなんで、これ出遅れたとかなんかつまずいてちょっと後退しちゃったんですよね、確か、ね、まあ、だから、まあ、ちょっと苦しいかなって感じですけどね、はい、はい、ありがとうございます。それでは最後の質問です。長期休養明けのパクスアメリカーナに関しての質問です。パクスアメリカーナが2年以上ぶりの競馬で出走予定です。こうした長期休養明けの場合、調教を見て判断した方がいいのでしょうか。また黒船の後継志望馬として期待する方も多いようですが、このあたりの事情を血統に詳しい椎名さんにお聞きしたいですということです。いかがですか、パクスアメリカーナ。これね、ね、うん、ちょっとあれだよね、デビューしたからだいぶ注目されてたんだよね、確かね、これそうですね。でその後もずっと人気になってて、でちょっと中津飛ばすかなと思ったら、うんうん、その後ね、まあ、京都金牌かなんか買って、
まあね、能力的にはかなり、その後もマイルではね、いい競馬をしてるんで、まあ悪くない、能力的には通用するかなと思うんだけど、はい、ただいかんせんね、まあ今の競馬さ、なんていうの、長期休養明けでもさ、もうそれこそね、トレセンと、あとね、調教施設がもう立派になりすぎて、むしろレースなくても仕上がるから、ね、長期休養明けでも来ること多いけど、はい、やっぱり2年ぶりの競馬で勝つ重賞っていうと、ちょっと厳しい可能性が高いかなと思うけどね。なんかパクスアメリカーナって左回りだと絶対こう内に持たれちゃって、惨敗してるイメージがあって、だからここを復帰戦にしたのは結構思い切ったなと思ったんですけど、なんだろうね、なんでここにしたんだろう ね、なんか意図があるんですかね。それもね、うんうん、夏場のこの時期だと調整もしづらいだろうしねはい、よっぽどの子良かったのかな。はい、いややっぱりでもあれじゃない、まあ、秋の G1 戦線に向けてここをやっぱり一回使って、うん、もうちょっと良くしたい、良くなるのを期待してるんじゃないかなって気がするけどね。ああ、ただまあ、ね、でもそうですよね。この方言って調教見てもね、まあ、アンダーするって、はい、今の時代もうね、ほら外球で仕上げてきちゃうからさ、結構ね、はい、厩舎で乗ってる1ヶ月ぐらい、それこそ 2,3 週間の調教見ても今の時代そんなに分かんないよね。そうなん、追い切りが追い切りじゃない時ありますからね。そうそうそう、もうだってもう仕上げて持ってきちゃってるからね、うんうん、だからどの程度仕上がってるか、はい、本当はね、外球でどれぐらい仕上がってるか見た方がいいんだろうけどね。そういう時なんかクラブの会員さんとかはいいですよね。ただまあ昔よりは結構仕上げてるよね、はい、休み明けでも、ね、確かに、まあ、よくて今は本当ね、それこそクラシックでも G1 でもぶっつけで臨む時代だからね。でそう見るとなんか叩き台というよりはもう本当一戦一戦目いっぱい使おうっていう方が時代の風潮だから、うんうんうん、そこまで休み明けは気にしないけど、ただいかんせんちょっと2年ぶりはね、ちょっと長いですよね、難しいよねっていう気がするけどね。それもなんかね、ぶっつけの上でなんか G1 望むのはね、あんまりその消耗しないように本番、使おうっていう感じとちょっと違うからね、今回の場合はね。確かにそうですね。まあだからそういう意味でちょっと苦しいかなって気がするけどね。でどうなんですか、はい、血統的には。なんかその黒船って面白い馬で牝馬しか走らないんですよ。なんでだろうね、あれ。そう、不思議なんです。で、なんか黒船のオス馬で G1 を勝っても、なんか直近で勝ったのが確かクラリティスカイが NHK マイルを勝ったんですけど、確か4、5番にならなかったんですよ。なんかあんま人気ないのかもね。そうそう、だから思ったよりも牝系の方で残そうってもう生産会の方ではなっちゃってるのかもしれないし、で今との後継志望がね、テイエム迅速だけかもしれない。テイエム迅速ってあれか、ダートバか、そうですそうです、だから折り合いが君に逃げるそうですそうです。だからまあこの馬がもし本当に志望馬として残すんだとしたら、確かホエールキャプチャーの弟なので、その姉が G1 馬ですっていうのをものすごいピックアップしたら、ホエールキャプチャーの下なら、それもなんかどちらかというとね、丈夫なイメージもあるしね。そうそう、なんかちょっと価値としては大きいのかなと思いますけどね。あ、そうなんだ、ホエールキャプチャーの下なんだこれ。そうなんですよ、だから本当でも黒船の後継志望馬はいなかった。フサイチリシャール、フサイチリシャールもうやめちゃってるはず多分。まあ、フサイチリシャールも1回なりはしたんだ。なりましたなりました。で今常磐だったんですよ、4、5番になって常磐、まあね、って、まあ、今の時代ね、本当、はい、ね、すぐ結果残さないとすぐもう常磐も引退させられちゃうからねなかなか難しいよね。そうだから思ったよりね、だからその黒船のオス馬っていうのの価値がちょっと違うのかなと思ってるよりは、気持ち的にはやっぱ後継4、5番欲しいですけど。なるほどね。ねえ、だからまあホエールキャプチャーの弟推しをしていくしかないです。そうだね、うん、まあでもちょっとあれだな、まあ種馬になってもなかなか子供いいの残す大変そうだな、今の時代だと。いい種馬いっぱいいるだけに、ね、だから多分母系の方でいっぱい残っていくと思いますよ、牝馬が走るんだから、ね、確かにそうだね。はい、ありがとうございます。はい、それでは本日の教えてマスター Q&A 関谷記念でした。ありがとうございました。ありがとうございます。